今日はですね、スシローに行ってきまして、こちらのお寿司の方をね、持ち帰りしてきましたので、まあ、ついでにね、いつものこちらの八宝酒と一緒に晩酌をね、していきたいと思います。スシローでね、持ち帰るのは初めてなんですけども、こんな感じで持ち帰ってきました。普段ね、あまり食べないこちらのね、とびっこなんかもね、今回注文してみました。ではね、早速ビールの方をね、開封して食べていきたいと思います。それではね、ちょんけよ。それではね、改めましてちょんけよ。じゃあ早速食べてみたいと思います。やはりね、なんかサーモンからね、食べてみたいと思います。なんかね、イメージした色合いとはちょっと違うんですけども、やはりね、個人的な体つながりとしましてはね、このサーモンからね、食べたいと思います。まあ普通な感じですね。タイでね、あの屋台のお寿司屋さんっていうのもね、あるんですけども、そこでね、売られているサーモンなんかもね、割と脂が乗っているような感じで、とてもね、美味しいと思います。数回しか食べたことないと思うんですけども、うん、この中でですね、美味しそうなのはこのとびっこが美味しそうに見えますね。まあ、いつもはね、あのカウンターって言いますか、テーブルに座ってですね、まあ、注文するんですけども、持ち帰りですとね、自分で選ぶこともできませんし、ちょっと色合いがね、このもう少しね、なんか自分好みだったらよかったかななんてね、思います。ちょんけよ。こちらのボリュームで約ね、8皿分ですね。割とがっつり持ち帰ってきました。それでは次はこちら、マグロですね。マグロの方を食べてみたいと思います。急遽このスシロー晩酌ということでね、今動画を回しているんですけども、まあ話すね、話題もね、そんなにないっていうことなんですよね。ただね、今日はサーモンをね、買ってきたあの理由があるんですよね。やっぱりタイといえばね、なんかね、個人的にサーモンということで。それではね、こちら鉄火巻きの方を食べたいと思います。安定の美味しさですね。なんかね、鉄火巻きはですね、お得感がね、なんか感じられるんで、
まあスシロー行くとね注文します。それから個人的な変わり種としましてね、今日はアボカドのこのエビを注文してきました。こちらですね、チョンケウ。なんかひたすら食べる動画になりそうなんですけども、次はね、こちらのトビコをね、食べてみたいと思います。あ、これはですね、食感がね、こうありますね。美味しいです。あのタイの屋台でもですね、これと同じようなね、ネタが載ったのが売られてたんですけども、タイ人の方ね、割とこのとびっこ系のね、このお寿司がですね、好きな方が多いんじゃないかなってね、思います。まあ統計取ったわけではないんでね、わからないんですけども、サーモンとかね、こういったお寿司はあの割と好きじゃないかなと思います。ツナなんかもね、こういったマグロなんかも割と好きな方多いと思います。それではね、2本目の方開封したいと思います。膨れますね。チョンケオ。